everyone. I'm Oki. Welcome to Oki's Fruit Club. I'm a sushi chef and vegetable carver who lives in Osaka. In each episode, I'll show you how to carve the vegetables that you can do it in your kitchen. So please enjoy it. Oki's Vegetable Club.こんにちは。今日はオレンジです。いろんな切り方があると思うんですけども、ここではですね、短時間ででもいつもよりちょっと見栄えのするような、切り方をご紹介したいと思います。まず半分に切った後、この底の部分をカットします。はい、これは後でまた使います。でこの身と皮の間にですね、包丁を入れまして、で包丁を前後に動かしつつ、オレンジをくるくる回すと、でこれで身と皮 が離れるようになります。これキウイの身と皮を切ったりするときによく使うような包丁の動かし方ですね。はい、で先ほどの底の部分を敷いてカップのお皿として盛り付けます。はい、でですね、この白い部分、私修行時代はここはあのオレンジの身をきれいに見せるために全部白いところは取り除くっていう風に教わったんですけども、もう現在ではですね、ここの白いところはすごい食物繊維が豊富なので、ぜひ食べましょうっていう、ことになってます。はい、なのでこんなに取り除かなくて結構です。ここでは8等分しましたが、まあ、4等分6等分お好きな大きさでどうぞ。はい、今日はこれだけです。はい。いつもありがとうございます。次回はですね、その他のこういったのをご紹介します。Thank you so much. See you next time.